アリダイ、カブレラスアレスは、スペインラスパルマス・デグラン、カナリア出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。2006から07シーズン、ウニベルシダでラスパルマス CEF で、プロデビュー。プロ1年目は、リーグ戦、出場3試合に終わった。RCD マヨルカ B を経て2012年に、ジローナ FC に移籍するも、出場機会を得られず1シーズンでクラブを退団した。 2013年7月、セグンダ・ディビシオン B の CE、ルスピタレートにフリーで加入。ここでは、レギュラーの座をつかみ、自身キャリア初となるリーグ戦2桁ゴールを達成。シーズン終了後に、セグンダ・ディビシオンの CE、サバデルへと移籍し、ステップアップを決めた。しかし、サバデルでも結果を残せず、2015年に、バレンシア CF の B チームへと移籍する。 二シーズン目にリーグ戦15ゴールを挙げ、トップチーム招集を何度か受けたが、出場機会はなかった。2018年1月18日、当時セグンダビー B に在籍していた RCD マヨルカに移籍した。冬からの加入ではあったが、すぐにチームの中心選手として活躍し、二部昇格に貢献した。迎えた2018から19シーズン。 昇格組みながら、大検討して2年連続での昇格を果たし、マヨルカのプリメーラ復帰が決まった。そのチームにおいても、アリダイは下面に定着し、マヨルカの躍進を支えた。これにより、アリダイは31歳にして、初めて一部の舞台を経験することになった。2020年1月31日、マヨルカで出場機会をつかめずにいた、アリダイは、 UD ラスパルマスに移籍した。翌年8月11日、クラブとの契約を解除して、ラスパルマスを退団した。2021年8月16日、インディアンスーパーリーグのオディシャ FC に移籍した。ありがとうございます。